お前が先手だ。対局開始。はい、本日は相手の方の右四間飛車エルモ囲いに対し、こちらは四間飛車で挑みたいと思います。よろしくお願いします。右四間飛車に対してはこちらは6七銀、5八金、そして8八角を保留したまま相手の攻撃を待ちます。身の囲い、こちらの囲いは身の囲いで、相手の方は4二銀、3一金型のエルモ囲いにしています。相手の方は6一金を5一金としてエルモ囲いを固めず、7二金とバランス型にしていきます。そして7三桂馬と跳ねた瞬間、こちらは7五歩と突き、桂馬の頭を狙っていく方針です。こちらは四間飛車から三間飛車に振り直し、7筋から飛車を使って攻めていきたいと思います。ここでは囲いの硬さはこちらが高みの囲いで、相手の方はエルム囲いなので、こちらの方が硬いため、どんどん駒をさばいていきたいかと思います。そして角交換し、7四歩と突き、桂馬の頭を歩で狙っていきます。相手の方はと金を5七ととし、そしてこちらは同金と取り、相手の方は6八飛車谷として竜を作ってきました。相手の方は竜を作りましたが、攻めの固め、と金がなくなったことにより、こちらの方が指しやすいかと思います。こちらは7三歩成とし、桂馬を取ります。相手の方は8四角としました。この角はこちらの飛車を狙うとともに、3九の地点も狙っています。相手の方は7三と金を金で取り、こちらは飛車を7七飛車に下がっております。こちらは2六桂馬と打ち、次に3四桂馬としたいと思います。相手の方は両取りを避けるため3三金としました。これに対しこちらは4五桂馬と桂馬を跳ねて3三金を狙いたいかと思います。そしてここで気をつけたいことがあります。相手の方の8四角が3九の地点を狙っていることです。7分、斜め駒の銀や角を与えてしまうと3九の地点に打たれてしまい、そして8九竜と連携し、こちらの玉が危なくなってしまいます。斜め駒の銀を与えてしまったため、次に3九銀を相手の方に打たれては困るため、こちらは5九の地点に歩を打って守っておきます。底歩、この底歩により相手の方の8九竜の動きを抑えます。こちらは5五角と打ち、7七飛車を受けました。この5五角は7三金も狙っています。ここでは最善手が分かりませんが、7三金を飛車で取りました。
こで相手の方に飛車を2枚渡してしまいましたが、こちらの美濃囲いは横に強いため、ここは構わず攻めていきたいかと思います。桂頭の銀、3分。2分30秒。よくぞやった。対局ありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。まだまだ厳しいぞ。